全日本卓球選手権大会一般の部ダブルスの部秋田県予選会日時2024年10月12日から13日場所5条目広域体育館2025年全日本卓球選手権大会以下 全日本のシングルス種目が2025年1月21日から1月26日の日程で東京体育館にて、ダブルス種目が2025年1月30日から2月2日の日程でスカイホールトヨタにて開催予定となっている。それに伴い、全国各地で予選会が行われている。10月12日から13日には秋田県にて予選会が実施され、男女シングルス、男女ダブルス、 混合ダブルス、ジュニア男女シングルスの出場者が決定した。男子シングルスでは、秋田市役所の加藤祐二と斎藤元が通過。加藤は島津葵、県南卓球道場、と組んだ混合ダブルス。斎藤は佐藤田、秋田市役所、と組んだ男子ダブルスでも予選を通過し、2種目で出場する。女子では、 秋田令和高校の小松愛樹と高橋沢が女子シングルスと女子ダブルスで予選を通過した。ジュニアの部では、共に中学生の木下隼人、県南卓球道場、と三浦良子、将軍の中、がそれぞれ1位で予選を通過した。各種目の予選通過者は以下の通り、男子シングルス、加藤裕二、秋田市役所、斎藤源、秋田市役所。女子シングルス、小松愛樹、 秋田令和高校、高橋沢は、秋田令和高校。男子ダブルス、斎藤元、佐藤田、秋田市役所。女子ダブルス、小松愛樹、高橋沢は、秋田令和高校。混合ダブルス、加藤裕二、秋田市役所、島津葵、県南卓球道場。ジュニア男子シングルス、木下隼人、県南卓球道場。菅原光春、秋田商業高、二部流備 冗談中。